秋を止めてください。文化止めてください。聞いてください。横田めぐみちゃんが13歳になっちゃった。この事件が我々空海拉致そして最も拉致被害者のために涙を流し汗を流した政治家は誰か知ってますか？安倍晋三総理大臣です。安倍さんは寝ても起きても拉致被害者に寄り添いました。一生懸命拉致被害者を救おうと頑張りました。でもこの奈良県の地で亡くなられました。本当に無念だったと思います。拉致被害者を救えないで死んでいった安倍総理を何とかしなければいけない。安倍晋三総理が亡くなったことは横田さんも有本さんも松本さんも本当に力が抜けました。拉致被害者は他人事や思うかもしれません。絶対に一言ではない。皆さんの子供さんが北朝鮮に拉致されたらこのことに関心を持たないで済むはずがないんです。涙を流して拉致被害者をここで一生懸命叫ぶはずです。これは何のラッパか。これはホラガイと言います。ホラガイを聞いてください。今加藤都心さんがお話しされた拉致問題の話でございますが、それに貢献された方として地元の西村慎吾先生、それから開会式で残念ながら亡くなられました安倍元総理とどれほど献身されたか、その問題は解決するまでに至っておりません。それを都心さんは嘆かれ、それから皆さん拉致の方々が渾身を振るっておられますが、しかしあるものは日々に疎しと言いましょうか、だんだんがたって忘れ去られております。加藤都心さんはその気持ちを持って長野県に安倍さんを大事にする神社を作るんだ。安倍晋三神社を建立いたしました。来年の7月8日までに安倍さんの銅像を日本の地に建てるぞと誓いました。どうか夢を叶えさせてください。これは違った。佐藤さんは肝心という言葉を使います。皆様肝心という言葉をご存知でしょうか。肝心上と有名な歌舞伎がありましょうが、義経さんが追われて逃げるとき弁慶が呼んだ口調のことでございます。肝心とはお寺や神社や子供のものを作るときに皆様協力を頼む、これが肝心でございます。それが書いてるものが肝心上でございます。何だけ少しお披露いたします。通りつらつら重みれば第四教師の秋の月は涅槃の雲に隠れ、教師長屋の長き夢を驚かすべき人もなし、ここに中頃の帝をわします。女を聖武皇帝と申し立てます。最愛の夫人と別れ蓮舫の女やりがたく、何だ変わることなし、上皇大を求めたまいて諸国に勘認す、諸国に勘認すが大事でございます。皆様に勘認いたしますか、あとは省略いたします、はい、要するに勘認とは皆様のお力を得ることでございます。拉致さんにいた横田さん、金本さん、マスコさん、拉致のを救う拉致の会です。救い出そうとする会です。北朝鮮の日本人が200人とも1000人とも言われているこの拉致被害者をなぜ取り返せないのか、この原因が分かりますか。ロシアと中国が応援して北朝鮮に拉致された日本人を返さなくていい。なぜ日本人を返さないでいいか。日本には問題がないから、第四日立ちに気はしない。この北朝鮮の安心感、金さんは知ってます。皆さんは、だから北朝鮮に拉致された日本人は救いたいとこもない。そんなことはなかったです。まあ、北朝鮮の美人の喜ばせ組にボタボタに反して日本の恥さらしをしました。日本人の政治家が北朝鮮に行ったら必ず喜ばせ組が近づきます。ですから安倍さんも行きませんでした。広島さんも行きませんでした。木村慎吾も北朝鮮には行きませんでした。小泉が行ったじゃないか。あれは安倍さんが一緒に行こうって言ったから小泉が行っただけの5人の拉致被害者を救い
期待したのは誰か。安倍晋三総理大臣が作り出したものです。日本は夏は人だけだと思ってはいけません。竹島も拉致させました。ロシアによって北方領土も拉致させてます。今まさに尖閣列島も中国に拉致をされようとおります。日本の領土、日本の国民、これを守ってくれる、助けてくれる政治家を選んでください。日本の政治家は今金ばかり思ってます。政治家になったら悪魔のように変身します。本当にこの人は政治家になったらいいなと思う人を投票したら、政治家になった途端にサタンに変身して献金ばかり置きます。次の選挙当選するために保身に変わります。身を守るんです。皆さんのことを考えません。自分の金の入ってくることばかりを政治家は考えます。しかし皆さん、日本を皆さんは考えてください。家族を守るためには日本を守らなければ、日本がなくなれば家族はなくなってしまいます。ロシアがウクライナ、中国がチベット、そしてウイグル、皆さんご存知の通り日本は何も手を差し伸べることができない。こんなバカな話はないです。今中国は台湾を狙ってます。日本は台湾を命がけで守って、同志としての約束を守らなければなりません。台湾を守りましょう。沖縄を守りましょう。沖縄の今のような知事ではダメなんです。あの知事は中国に媚びて、韓国に媚びて、あの知事では日本はダメになっちゃうと。拉致を考えるな、国家を考えましょう。自分のことだけではなく、自分たちの家族のことを守りましょう。自分の血と汗とみんなの力で日本を守ってほしい。私は長野に安倍晋三の神社を建てました。次には安倍晋三の銅像を建てようとしております。皆さん力を貸してください。安倍晋三の永遠に彼の功績を称える、どうぞ立てさせてください。お願いします。